この時間ですよもっと声を落としてください遅かったですね我が弟子その言い方では和が子になってしまっていますよくどいようですがくれぐれもアクセントはお尻に「我が子」ですおよ。 なんで呼び出されたのか分かってないなんてがっかりです。ふむ。聞いてない言ったはずですよ。態度が悪いのはともかく、耳が悪いのは死として感化できません。かっぽじって。もとい。きれいに掃除してあげますので、もっと近くへ。 表情筋がこわばりましたね。なんて顔してるのですかそのために呼んだのですよ。あなたは耳というものをおろそかにしすぎです。さあ、早く。あまり女性に恥をかかすものではありませんよ。男らしく、覚悟を決めなさい。 こういう経験はあまりないのですか <laughs> 私もするのは初めてです。怖いのですか目の見えぬ私に委ねるのは不安があると。<laughs> お前ならそう言うと思っていました。 その息ですできるだけ痛くないように優しくしてあげますからほら死である私におとなしく身を任せなさい体を横たえてでどこに寝てるのですか頭は私の膝に。 目で確認する必要がないといってもやはり正中線に置いた方が作業はしやすいというもの何を遠慮しているのですか死が弟子の面倒を見るのは当たり前というものですほら観念なさい あな,なんだか膝枕というのはおよよ、実際にしてみると思ったよりこう、恥ずかしがってなんかいませんあなたこそ硬くなっているじゃないですかどこが で全体的に…ほら髪質もおよそれは以前からですか <laughs> あれ <laughs> これも私が気づいていなかっただけいつもの汗や油の匂いの奥に 独特の甘さがあってなんかいい嫌いじゃないですよなるほどこのような機械でもないとわからない新たな発見があって面白いですねこうして触ることで あなたの顔立ちもより詳細に把握できますよくっきりです下がった目尻はイメージ通り鼻も少し大きいですが形はいいと感じたそのままですそしてうん。 顎の骨がしっかりしてますね。この口どこまで広がるか試していいですか私のグーが入るでしょうかきっとずっぽりです。入れてみちゃダメですか先っぽの方だけでも。あ、そう。 がっかりですあ、そうですねそうでした脇道にそれてしまっていましたがそれではいざお耳をほらどうですか リラックスして…ゆったりです大丈夫…私失敗しないので…気持ちいいでしょううっとりですかええ <laughs>、この耳かきは普段私が使ってるものです 何か不服がありますかあ、私は気にしませんよ。あなたと私はもう知らぬ中ではありません。れっきとした指定の間柄ですからね。ちょっとした身の回りのものを共有するくらい、 いちいち言ってたらキリがないでしょう。歯ブラシは怒りますよ。ぶっころです。そんなに手元を狂わせたいのですか？それにしても随分溜まってますね。 自分でしたりはしないのですか小指を乱暴に突っ込むのはよくありませんよデリケートな部分なのですから傷がついてしまいますそれでは他にしてくれるような人とかはあなたなら 周りに何人か手ごろそうなのが転がっているような気もしますがそうですかそれはかわいそうですね仕方がありませんよしんぱ誰かが手を挙げたとしても耳かきで私にかなうはずがないでしょうしねいいですか これからもわたくしを頼るのですよわたくしはあなたの死なのですから言葉にするのが恥ずかしいのならば耳に小指を当てたポーズを以降私わたくしへのサインということにしましょうわたくし一度で子をとったからには 決して放り出したりはしませんそして弟子のケアは死の務めずーっとお世話してあげますあ我が弟子耳にふーってしてもいいですか <laughs> 昔 お母様が私にやってくださったのを思い出したのでお前にもやってあげてみたくなったのですいきますよはいじゃあ仕上げです この白いふわふわはボンテンといわれる部位で材質は水鳥の羽毛です反応が面白いのでもう一度 <laughs> 欲しくて、長くしてしまいました。およ、何を言っているのですまだ終わりませんよ。あなたの耳はいくつですか二つあるのでしょう今度はこちらを向いて。 ええ、そういいですよあっ逆になっただけですがまたずいぶんと勝手が違いますね およこれは大きい大きいですよ我が弟子思わずごっくんですここまで来るともはや風格すら感じられますねあっここれはつい。 あいいえ、つ常の状態を確認しておかなくてはい異常があった時に気づけないとそそう思ったまでのことですで弟子の体調管理も死の役目ですからねははもう安心ですねさあいよいよ一番奥を攻略しますよ あ動揺が落ち着くまで待てとはどういう意味ですか我が弟子私はもともと落ち着いていますし動揺もしていません私のことよりあなたは自分の方にしっかり集中してくださいじっとして。 呼吸もなるべくゆっくりいきますよ、うんうん、はい取れましたよふぅ… <laughs> 緊張しましたかおよ、わたくしはちょっぴりですよいやすすこしは鼻息が荒くないですか我が弟子ああひだが鼻にかかってるのですねそれは 遠回しにわたくしに下を脱いでほしいということでしょうか困りましたねでもしとしてわが弟子がどうしてもっと頼むのであれば冗談ですよですが 無反応というのはむっかりです少しは期待する素振りくらい見せて私を気持ちよくしてくれてもいいのではないですかこっちはほらこんなに気持ちよくしてあげてるのにもう。 びっくりでしたかちょっとお仕置きですにゃあお腹に息を吹きかけないでください仕返しのつもりですかドッキリですああ、それにしてもたくさん出ましたねご覧なさいごっそりです これだけ取れれば今後はよほど聞き分けが良くなることでしょうねわが弟子私としても気持ちいい達成感があります瓶か何かに保存しておいて見せて回りたい気がするくらいですほよそうですか 少しもったいない気もしますけどどうですすっきりすると世界が違って感じられるでしょ耳は音を聞くだけの器官ではありませんよ。平行角を感知したり全身のツボが集まっていたりもします。代表的なところで 脳天、勝点起点ついでです「神門」のツボを押してあげましょう <laughs> これにはストレスや痛みなどを軽減する効果があります。 気持ちよさそうですね私しも死がいがあるというものです<笑><笑>さあそれではそろそろ梵天で仕上げますよ。 <laughs> ちなみに一般に梵天とは古代インドヒンドゥー教における創造神ブラフマーのことです仏教へ取り入れられた際には大釈天の対となる神になりました大層な名前がついたものですが由来として 仏教は絡むものの実はそれらに直接の関係はありませんどうやら修験者の着る梵天袈裟から来てるようですよ何でもあれは色によって階級分けがされているそうで私には分かりかねるところですが赤色の人が一番偉いみたいです もし一緒に見かけることがあったら、こっそり色を教えてくださいね。我が弟子眠ってしまったのですか <laughs> よしよし。いいですよ。 私として、見守っててあげますからゆっくりとおやすみなさいかわいい我が弟子。 無理ですねいつかお前がまた外の世界に出ていくときはきっと私も連れて行ってくださいねぼんてんげさを。 木々や風の匂いや海、一緒に感じてみたいものがたくさんできてしまいました。 うれしい。